アバンザはトヨタ自動車とダイハツ工業が共同開発した7人乗り小型ミニバンである。インドネシアで生産が行われ、主に新興国市場で販売が行われている。ダイハツからもセニアとして販売されている。IMV の小型車盤である UIMV プロジェクトとしてトヨタとダイハツで共同開発が行われた。 背景にはインドネシアで主力車種であったキジャンが90年代のアジア経済危機後に価格上昇したことがあった。アバンザとセニアの外観上の相違点はエンブレム程度である。生産はジャカルタ近郊にあるアストラダイ発モーターのスンター工場にて行われる。セニアはインドネシア専用車となるがアバンザは東南アジア、中近東、アフリカ、 中南米諸国にも輸出される。なお、マレーシア市場向けのアバンザについては、プロデュアが CKD を行っている。2003年12月発表、翌2004年1月販売開始。プラットフォームは、新開発で、ダイハツ B5、トヨタラッシュはこれをベースに開発が進められた。2006年7月には、フェイスリフトが行われている。エンジンは当初アバンザが、 計算 VE 型直列4気筒 DOHC1.3 リットルを搭載していたが、フェースリフト後に賛成例紙 VE 型直列4気筒 DOHC1.5 リットルが追加された。一方、セニアは当初可変バルブ機構なしの EJ 出型直列3気筒 DOHC1.0 リットルと計算、出型直列4気筒 DOHC1.3 リットルを搭載していたが、フェースリフト後に EJV e VE 型と K3V e 型に置き換えられた。なお、可変バルブ機構については、アバンザ、セニアとも DVVT ではなく、VVTI の故障を使用している。また、組み合わせられるトランスミッションは5速、MT もしくは4速 AT となる。大発はセニアを2006年11月の北京、モーターショーにて、プロトタイプ d、d e 0として出展し、 翌2007年6月から第一記者グループの一期キツリンギ社との合弁で、ダイハツブランドでセニアの製造、販売を開始した。しかしながら、ブランドの知名度不足から販売は低迷し、2009年には価格が引き下げられて一期ブランドへと変更された。インドネシアにて2011年11月7日、発表9日から発売開始。 プラットフォームは、仙台のものを流用しており、エンジンも、仙台と同様、アバンザが、計算 VE 型直列4気筒 DOHC1.3 リットルと、酸性冷止 VE 型直列4気筒 DOHC1.5 リットル、セニアが当初可変バルブ機構なしの EJ、VE 型直列3気筒 DOHC1.0 リットルと、 計算 VE 型直列4気筒 DOHC1.3 リットルとなる。いずれもトランスミッションは5速、MT または4速 AT となる。2015年8月にマイナーチェンジを行い、エンジンはアバンザが 2NRVE 型直列4気筒 DOHC1.5 リットル、セニアが 1NRVE 型直列4気筒 DOHC1.3 リットルにそれぞれ換装されている。 また、バンザには、スポーティーグレードとなる、ベロスを追加している。ありがとうございます。